皆さんこんにちは。今回はですね、依田紀基九段と上野愛咲美五段の本因坊戦予選 A のハイライトをお伝えしたいと思います。では初手から見ていきたいと思います。依田九段の黒番です。いきなり三コスミですね。でかかって挟みました。でかけて出て切りましたね。で当たり打って伸びてかけ継いで、でここで一間飛びました。でまあ一間飛んだので、まあ押したっていうことです。押すっていうことですね。まあ定石ですね。これコスむとまあ押さないんですけれども、一間飛んだ場合は押します。でこう継いで、そしてここに打ちました。でいきなりここに打ったんですけれども、さあこの手は、まあ、意味的にはですね、まあ本来はここで普通にね、まあ、こういうふうに跳ねる手があるんですけれども、まあ黒はここでおそらくこう、まあ挟みつけてくるんですよね。まあここではまあ当たり打ってこういって、まあこういってこういう、まあこういう感じになるんですけれども、本来はね、こういう感じになるんですけれども、ここで、まあここにつけたのは、まずもし、まあ実戦見たら、実戦はこっち跳ねたんですけど、この時に、まあこう行ってきて、挟みつけるじゃ、つけた時に、こういう風に打とうということですね。はい。すると、こっちからこうは打てないじゃないですか。これ両当たりですから。そういう手ですね。だから、ここに打ったということです。で、もし、まあここで、こっちをまあ守るとしたら、じゃあここ伸びることができますので、うん、まあこういう手を狙って、出ますね、この手は。そういう意味です。まあ実戦ではここでね、まあ、上からこういうふうに押さえました。挟みつけ無理ですから、じゃあ切り違いまして、当たり打って当たり打って継いで、当たり打って抜いて、で継いで、で取って、まあ一応これでちょっとまあ取られましたけれども、ここちょっと白をちょっと、まあ、壁ができてちょっと地になりそうですからっていうことですね。はい。で、すかさずここで先手を取ると。まあ、ここも利かすということです。まあ、ただこれに対しては、受けなかったですね。まあ、ここちょっと字がちょっと大きいなと見て、まあ、三々に入りました。で、こう押さえまして、こう打ちまして、伸びましたね。伸びた手がどうもね、あんまり、ぬるかったみたいです。人工知能はかなり、評価下げてますね。まあ、どこが悪いのかちょっとわかりにくいんですけれども、まあ、人工知能はここでね、まあ、こう二段までしろって言ってますね。でこう言って。で、まあ、こう言ってね。こう、まあ、こんな感じで打てと言ってます。まあ、しかし実戦では、こう打ちまして、こう言って、こう言って。で、まあ、跳ね継ぎまして、かけ継いで。で、ここでね、ここに打ったんですけれども、まあ、これがね、ちょっと、まあ、問題、じゃ問題なんですけれども、で何が問題かって言ったら、ここを打つ前に、黒はね、ここをいっぺん跳ねないといけないということです。ここの跳ねが非常に大きいところだということですね。というのは、跳ね継ぎがこれ先手になるので、この跳ねがあると、跳ね継ぎ打てないし、これ、だから受けようがないんですよ、この形がなんか悪くて。でこれをいっぺん打たないといけなかったということですね。ではまあこれに対してはもう多分白受けられないから、まあ、別の手を打つと思います。こういうところがまあ多分こういう感じになると思うんです。まあこれを一遍打たないといけなかったんですけれども、これを打たずにここに行きました。で詰めまして、そしてコスんで、そしてまあ一見取りましたね。まあ取りに行きましたね、これね。はい。でコスんで押さえて出て、押さえて押さえて、まあ、これに対しては、まあ、受けなかったですね。まあ、差し込んで、ここに打ちまして、こう打って、張って、伸びて、張って、跳ねて、まあ、二段刃にして、伸びて、切って、そして、二目の頭跳ねて、で、竹振り並んで、でまあ、当たり打って、継いで、でここに縛ります。これで一応ね、黒ここ入ったんですけれども、これ取られましたね。ね、これ石自体は取られていますね。はい。ただまあこういうところがちょっと効きがありますので、
ということですね。ちょっとここもここもちょっとね、効きがあり、あるということです。だから取られたけれども評価値がそんなに悪くないのは、下がってないのは、そういう意味でちょっとこう効きがあるということですね。でここでまあ、あ、ここ打たなかったもんですから、跳ねなかったもんですから、これ花を跳ね継ぎましたね。これはもうここを生きないと今度死にますので、はい、でもまあ新人層さんの碁とか見てると、こういうふうに行かれた時ここに打つことはないですね。打って生きるってことはないですね。どう打つのかって言ったら、なんかこういうとこを打ってきますね。こういうとこを打ってなんか効かしてきますね。効かして、まあ、捨てるとか、あるいは中で生きるとか、まあ、そこでこういうとこを打ってどう打つのかっていうのは様子を見て、でなんか捨てたりとかいろいろやってますね。で素直に生きるっていうことはあんまりしないです。面白いですね、プロってね。もう生きなさいって言うと生きないしね、取りに行ってる時は逃げるし、はいまあそういうのねあります。まあ実戦ではここでね、どう打ったかっつったら、まあここでもう手抜いてしまいましたね。はい、ここで手抜きました。こっちに打ちました。まあでもここを打つならこっちで利かした方がいいかもしれません。ここは打つのであれば生きるのとそんな変わらないと思います。はい、で跳ねて、まあ結局これ死にましたね、これでね。はい、こうやってまあ一応死にました。でここで利かしましたね、こうやってね。はい、で一見飛んで張って、ついで跳ねて、跳ねて駆けついで、で継ぎました。はい、でここを抑えましたね。まあここを抑えるなった手はちょっとどうだったかなっていう気はするんですけれども、うん、まあ足は遅いような気がしますね、ここを押さえてでは、うん、ここではまあここちょっとここをこう打って、これが大きいですね。ここ一目取っておくのが大きかったと思いますけれども、まあ 取れるかどうかわからないですけど、はい、こうやってね打つのが大きかったと思います。ここは小さかったと思います。はい、まあ、実戦ではここに打ちました。そしてまあここに打ちまして、で詰めて一軒取りましたね。どう一軒飛んだ手はどうなんでしょうかね。素直に二軒開いていたらどうだったんでしょう。はい、まあこれが普通だったと思いますけれども、まあちょっとこの模様が気になったんでしょうね、多分この黒の。だからまあ一軒取りました。でまあ逆にここ打たれましたから、はい、で防止して桂馬で打って、そして肩ついてきました。で張ってぶつかって、張って挟みつけて、でここでこっち継いだんですけれども、ここはねもっと積極的に打つべきでしたね。まあ、まあまあ、ここはですね、こう伸びちゃうと、はい、で出たらもうこういうふうにいっちゃって、ここをちょっと地にしちゃうと、ね、こういうふうに打つのが良かったみたいです。黒はねこれを捨ててね、一瞬だったんですけど、まあこう打ちました。でまあ跳ねて覗いて、ついで、そして覗いて、でここで覗いた手がちょっとこれは問題でした。まあこの2子はぶっちゃけまあ下垂死でしたから、捨ててもよかったんですよね。人工知能はこの2子は下垂死だと見てますね。だからここではこういうふうに打てていってますね、ここね。でもしこれ切ったら、まあ、こういうふうにいってね、じゃあこういくしかないじゃないですか。じゃあまあこういうふうにいけば、これはもう白がねだいぶ良かったみたいです。こう打てたらね、だったんですけれども、まあ実戦ではここに打ちまして、そしてここに打って、ちょっとこれで、まあ、こういうふうにちょっとね利かされまして、でこうついで、まあ棋士を切るんですけれども、でこの石とこの石が切り離されたことによって、まあちょっとこの辺のね、まあ石もあります。もしこの石がなんかの表示でこの黒石が生還したら、この石死ぬとかいう事態がなりますので、でまあここでね、まあ一回覗きました。まあこれはまあ一回覗いただけでしょう。でついで、で押してきまして、で駆けついで、伸びて、押さえて、跳ねて、跳ねて、伸びて、さあここで、こっちを伸びました。
まあこれ伸びた手はこの石をまあ封鎖してしまおうということですね、はい、この白石を封鎖してしまおうという手です。でまあここでね、まあ、封鎖はできないということでこっち行って出てこう打って、まあ黒は封鎖しましたけれども、で伸びました、はい、まあすごい頑張りなんですけども、この時点では逆転してますね。なんでかって言ったらここのダメが詰まったっていうのはちょっと大きいんですよ実は。でまあ押しまして、そして跳ねて、で一間飛んで、で伸びて、そしてこっち、押しました、で伸びて、で継ぎまして、でここでここにまあ覗きましたね、覗きました、ここでまあ当然これ継ぎました、はい、でまあ逃げていくんですけれども、でまあここで黒がですねここに打ったんですけれども、まあここではですねここをちょっと継ぐ手がありましたね。で継いでいたらこれ抜くしかないんですけれども、ここでねちょっと跳ねる手があるんですよね。でこれでね、まあ、こうまあこれ受けるしかないんですけれども、まあ、ここ切られまして、これ当たりを打ってないんですよね、ここにね。当たりを打とうつむようもんならこう出てこれでトントンで取られてしまうんですよ。ですからこれに対してこれ抜かないといけないんですけれども、またこれが先手になるんですよね。でまたこういっていないいけないといけないんです、まあ、こういって継いでこれも先手になるんですよ、ね、このまた当たり当たり当たりってなりますので、でまあこういくしかないんですけれども、まあここまで効かしておいてね、まあこういうふうにまあ打つとかまあありました、はい、でこんだけ得できたんですけれども、しかし実戦ではですね、どうもねここでまあこういうふうにいきまして、まあ心がまだいいんですけれども、でこれ伸びまして、でここ打って、でついで、どうもねここの寄せっていうの、あの次からの寄せをね見てないんですよね黒は。でまあここで一間飛んで、まあ、中で生きないといけないんですけれども、まあここに後手位置があるんですけれどもね、で一間飛んで押して伸びて、でここを押したんですけれども、この手がですねこれは大悪手でしたね。というのはまあ今白これ取りに行ってるんですけれども、まあここに後手位置があるし、まあ、ここもちょっと一眼できる、ちょっと取れそうにもないし、まず何といってもここに弱点があるんですよ、ここは。白はね、ここ、一手かけてでもここ受けたいぐらいのところなんですよ、ここかけすぎね、はい、ここ、ここ弱点があるので、しかしですね、ここで、この手とこの手の交換で、ゼロ手でね、ここを守ることができたんですよ。これがですね、かなりの悪手でした、この交換が。ただ現在でもここに打てば一応互角なんですけれども、ここ寄せがありますので、ね、互角なんですけれども、まあちょっと危ないですね今度は。ここがしっかりしてしまいましたので、この石危ないですよね。まあ多分取られないみたいなんですけれども、でもどうも見てないですね。与田九段はここの次からのこういう今さっきみたいな寄せみたいなのを見てないですね、はい、見えてなかったみたいです。でもしょうがないですね。だからもうこう生きるしかないですねこれね。でここに打ちまして、でここに打ちました。どうもねこの手はですね、まあこの手を見てたっていうことです。継ぐ手を見ていましたね。でさっきのように結構したら今度こっちが石がありますので、これ当たり打ったらその手はできないですから、はい、これでさっき言ったこういう寄せあるんです、この手でこれで封じられましたね、はい、この手で、はい、でだからもうこれでもうちょっともうはっきり言ってちょっと白がねだいぶ優勢になりました。これでもうこの手がなくなりましたので、寄せがね、まあ黒当たり打って、まあ、ここ一間飛んでね守ってね、まあ、連絡させてあげましたね。この手がなくなったので、はい、で抜いて、でここを継ぎましたね。まあここは別に手とは関係ないですけれども、まあ、大きいということですね単にここに来た時点で、まあ、このさっきの手はなくなってます。ここに竹踏に来た時点で、で跳ねて塞いで、まあ、ちなみにここで白はこれ取りましたね安全に。まあ実際にこれは取らなくてもまあこういう感じで打ってもよかったんですけど、まあここで継いでただ抜いてね、まあ、こういってこういって、まあ要するにここがちょっと攻め取りになるということですね、はい、うん、まあ攻め取りになるというのがあります、はい、
まあ、それを嫌いましたね。それを嫌ってここを取りましたね。はい。まあ、ここではもう釧路は小勢ですね。まあ、ここもちょっと大きいところだったんですけれども。で、まあ、ここ1軒取りまして、守って、で、まあ、今4目ぐらい差があるんですけれども、ちょっとここでね、4目っていうのは結構大きいみたいです。で、向かう打つんですけれども、ここ打ちまして、ついでね、ここから寄せなんですけれどもね、裂いてね。まあ、最近上野五段もね、寄せがね、かなり上手って言ったらおかしいですけど なんか上手くなったみたいですから、まあ、この4目半の差がね、どうもつまらないですね。で、まあ、結局この碁は、まあ、ここまで打たれまして、まあ、どうもここで2目半の差がつまらないんですよね。2目半の差が今あるんですけど、どうもつまらないっていうことで、2目3、ね、これ勝っても2目半の差はつまらないですから、黒がね、この碁に。なので、ここで依田九段がね、投了しました。以上です。